とりあえず第1話終わりにしよう。ナイス。これこれ P 祭りでしたね。やばいよな。やっぱ遺跡の話はねちょっと大変ですからね。第2話、はい、ちょっとチームメイトのこうムードメーカー的なやつをちょっと教えてほしいなっていう。この選手がいじられてるとかさ、もう俺だと思っちゃうんですけど。えいじられキャラムードメーカーって言うとあれいじられキャラ、なんかムードメーカーって現代はなんかいなかったかもしれないです。ザ・ムードメーカーみたいな人はいなかった。だからいじられキャラ、いじるの楽そうだなっていうタイプはもう僕だったと思うんです。みんながでいじってくる、いじってくるやつの名前だしよ。あ、松下良樹です彼はね、まあ、僕神戸で一緒にプレーしてたんで、ね、まあ、あの一緒にゲームしたりとかもしてたんですけど、なんか本当に仙台行った時にまず最初に良樹が僕のこといじってくれて、うん、そのおかげで僕がこうチームにうまくなじめたっていうのはあるんですよね。いたおかげでっていうのは結構あって、やっぱそこで、で僕の後輩っていうか一個下なんですけど、え、下にそうなんですよ。だからこれなんですよ、ポイントは。やっぱ上がいじるわけじゃなくて下がいじることによって、あ、松くん大丈夫なんだみたいな雰囲気になるんですね、多分後輩も。だから僕はかなりイージーだったと思うんですよねだいぶ。でもやっぱ僕そんな、ね、いじられても嫌じゃないというか、今はなんかすごくありがたかったんで、その時はだからもう本当俺ムードメーカーなんじゃねえかなと思っちゃいます。札幌はチーム全体が仲いいんですよ。だから、まあ、ムードメーカーっていうか、まあ、新次さん、小野新次さんとか菅野選手、キーパーの、あの辺がこう喋りやすい雰囲気を出してくれるんで、誰がいじりやすいとかいじられてるっていうのはないんですよね。いや、だから菅野さんが意外に年下からいじられてるっていうか、あのビジネス金髪ゴリラって呼ばれてるんで。どんないじられ方してるの？なんか札幌って結構選手の距離も近いし、サポーターっていうかその街で結構飲食店とか応援してくれる方も多くて、で結構その主力というか年上の選手の誕生日があると誕生日会がよくあるんですよ。でそれでみんなで飯行ったりとか、そう、それでもう本当全員、選手全員ほぼ外国人も全員集まったりして飲んだりとか、まああとは今年で言うと小野伸二さんの誕生日前に、まあ伸二さんの誕生日会やろうって言って知り合いのスポンサーのお店貸し切って飯食って、そこで新次さんがあの引退発表を周りの、なんつうんだ、選手、うん、にそのメディアより先に話してくれたし、うん、なんでなんか仲いいんすよね、全体的に。年に20人ぐらい、20人以上が集まるご飯会、食事会が5、6回、だいたい1回か2回じゃないですか。そうだね。だいたいチームでね。それが定期的にあります。2ヶ月に1回とか1ヶ月に1回ぐらいかな。結構、まあ、荒野拓磨ってやつが企画するんですけど、うん、あとは、キャンプが2ヶ月あるんで、2ヶ月ちょっと。ああ、でもそれで距離って縮まるよね、絶対に。で、ミシャ、監督、ペドロビッチ監督が、ちょっと外の飯屋貸し切ってくれて、みんなで飲み行くぞ、みたいな。ご飯食べに行くぞ、みたいな。をやってくれたりとかは、そこで結構距離ぐって年上年下関係なく縮まるし、そのキャンプは結構でかい、しんどいですけど仲良くはなります。あ、やっぱキーパーってなんか、まあでも出れないのってよく我慢できるなって本当に思うよね。確かに、ね、キジさんとか、まあまあ、フィールドの選手はあれですけど、態度に出すじゃないですか。出る。出るじゃない。でもその第3キーパー、第4キーパー。うん。出してて、誰も見てないし、そんなところを、まず。
誰もスタッフ気にしてないですよ、そんなの。そんなことあんだったら、シュート練習を早く付き合えよみたいな、その試合出る選手に。そう。だから、俺上がりたい。もう、メンバー入らなかった、やる気ない、もう今日帰りたいって思ってても、試合出る選手がシュート練習したかったら、ね、受けなきゃいけないし、はい、練習を適当にやるのは、やったら、だって、他のキーパーにも迷惑かかっちゃうし、少ないから。で、なんか態度にも出せないし、だから、なんかね、その、気も使うし、めっちゃしんどかったですよ、若い頃は。今はもう無にしてますよ、本当に。めっちゃ無でやってる。もうメンバー外れたりしたら。モチベーション上がらないときとかも。周平はそのなんか無にしてるのか、もう無というか、もうそういう、そこに感情を動かされないというか、左右されない、もう。いや、めっちゃ動かされてるし、うん、もうプレーもあんま良くないなって思うけど、うん、もう今日はこれをもうこなすしかない。うん、誰にもバレないように、若い頃はなんかポッ、なんかうわーみたいな、ちょっとふてくされたりとかしてたけど、うん、今はもう、無で、周りの若いやつらとか、試合出るやつらの愚痴聞いたりとか、あとは試合出れない若手の、なんで俺使われないですかねみたいなやつの愚痴をなんか一緒にランニングしながら聞いたりするかな、今は。もうそれをちょっと、サッカー選手してわかんないけど、牙抜かれたのかわかんないけど、まあでも、イライラしてもいいプレーできないから。うん、しかもなんか助けてくれないんですよ。そういうやつって。いざ試合に出たときに。なんか、多分まあ俺もそうだし、松とか試合出てた時に、例えば誰か、いいセーブした時、もう割と盛り上がってくれるし、な頑張ってくれるって俺らが言っちゃいけないけど、まあスタッフ含め。ああ、そういうこと。うん。けど、だから俺、松が試合初めて出る時は、うん、上福本君って今、川崎の、うんうん、かな、なんか一緒になんか応援してたもん、なんか他チームだけど俺も応援したし、上福本君も応援してたし、めっちゃ俺ずっと気にしたし、聞いてたよそれ、俺それ聞いて嬉しかったもん。だそういうのはやっぱそう、出れない時とかにちゃんとやってたからかな、なのかなっていうのはある。サポートしてあげたっていうか、うん、他のメンバー、キーパーのメンバーと一緒にこう仲良くやってたからかな、なのかなっていうのはあるけど。やっぱでも35を超えて J1 で出てるキーパーは、ね、性格もいいというか、自分が出てない時もサポートに徹せれる選手が多いかな。その、どんだけ J1 で試合出ようが。そのなんか、もうそれを超えちゃってる。うんうんうん。まあ、今、うち、菅野さんとかも、サブとかになっても全然もう全く態度に出さない。どんだけいいプレーして外されたとしても全然出さないから、そういうのはあるよね。松ね、徳島でも長谷川徹さんはもうまさにもうそんな感じでしたね。で、自分が試合に出た時は絶対に結果出すっていう、やっぱこういう準備なんか自分もできるようになりたいなっていう感じですね。淡々と準備して、自分にチャンスが来た時に結果出せるように常に練習で準備してるっていう、これかっこいいなって思いました、僕は。おお、確かにね。それをしかも後輩が言うっていうのはね、なんかちょっと、うん、背中で見せてる感じするけどね。はい、もう影響は本当に、うん、俺らが出る時に優しいんですよ、めっちゃ。あ、ちょっと申し訳なさはあるんですよ、その、うん、上の選手がミスったから出るルとかさ、サヌキでもあったけど、あんま良くなかったから出れるって時に、ね、その、立ち振る舞いとかは、今まで会ったキーパーはみんな良かったから、俺の場合は特に。うん。うん、まあ、瀬口さんとかそうだったし。そうだね。そう。めっちゃ応援してくれたし、サポートして、シミケンさんもそうだし。あの時とかは本当そうだったかな。やっぱ結局普段のね、振る舞いが、うん、やっぱそういう時のサポートにつながるっていう。そうそうそう、普段からやってたら誰も助けてくれないし。
やっぱそこは大事だと思いますね、普段の積み重ねは。あっ、うわー、ベガルタ仙台の松田選手と、コサドーレ札幌の松原修平選手に来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。